はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。超雷竜サンダードラゴンです。さあ、本日なんですが、このモンスターマジで強いじゃないですか。でも結構弱点があって、それ何かっていうと、やっぱ結構1体だと割と処理されがちっていうのがあると思うんですよね。まあ一応こいつ破壊耐性あるんですけど、今リトルナイトとかいますし、あの無限包容とかで無効にされたりとか、まあそういうのがあると思うんですけど、超雷竜自体を効果有効にして残しておいたら、やっぱその結局サーチができないから、このカードがいるとめちゃくちゃ強いんですよね。で、今あの禁止制限が最近改定されまして、制限改定がありまして、超雷竜サンダードラゴン3体使えるようになってるんですよ。じゃあ3体出したらいいんじゃないと思ったんですよね。はい、なんで、今日は先行で超雷竜サンダードラゴンを3体並べていきたいと思います。で、こいつの、融合召喚が、まあ、すげえインチキで、イカズチズゴモンスターの効果手札で発動してたら、フィールドのイカズチズゴをあのリリースすると出せるんですよね。エクストラデッキから。だから、適当にイカズチズゴをいっぱい並べられれば、結構簡単に出るんですよ、こいつ自体は、3体。で、今日ちょっと採用したギミックは、めちゃくちゃ久しぶりというか、またマスターデュエルだと初めてなんですけど、使うの。デンチメンというギミックでさえ。10デンチメンっていうね、あの最強モンスターいて、これレベル5なんですけど、こいつ召喚するとデンチメンを手札できたら出せるんですよ。で、デンチメンは、なんか特殊召喚とか召喚に成功した時に、なんかサーチする、デンチメンをサーチすることができるモンスターと、あと、特殊召喚できるデンチメンもいて、10デンチメンをアドバンス召喚すると、イカズチズゴモンスターがこれだけで3体並ぶんですね。そうするといきなりもう、あの手札からイカズチズゴの効果使ってれば、超雷竜3体出るんで、今日は、10デンチメンという最強のギミックを採用した、10デンチメンサンドラ。アンド、ビーステッドホルス、ぶん回していきたいと思います。はい。まあ、使ってる感じもそこそこ楽しかったですね。結構強かったんで。はい。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。やっぱ現代遊戯王において、超雷竜ってマジで強いんだよね。本当に。このテーマはね、マジでね、最強です。はい。サンダードラゴンの中でもやっぱ超雷竜とかいうカードは本当に強い。まあ、これはどうすかな。ちょっと待てよ。バルドレイク効果が欲しいんだ。バルドレイクの効果発動する。サンドラ除外してるだろう。これ多分うららなさそうだよね。うららはもうさすがにイムセテに打てって言われてるから多分うららない。で、あとはあれがあるかだな。無効系がなんかなさそうだな。王の棺発動、まあ、一応もうあれだね、まあ、ニビルケアだけはした方がいいか。死者蘇生送るだろう。死者蘇生がコストになる時代ってすごいよな。はい。で、無効系もなさそうなんですけど、一応これでニビルだけケアしてよでですね、こっからですね、史上最強のモンスターをアドバンス召喚していきたいと思います。皆さんは知っていますか、この超絶パワーカード、10電池面というモンスターを。10電池面は、雷電竜サンダードラゴンをリリース、あ、ちなみにアドバンス召喚しかできないんですけど、レベル5なんで、10電池面の効果、召喚成功したとき、デッキから電池面を1体特殊召喚することができるぜ。そして、雷電竜サンダードラゴンは雷鳥竜サンダードラゴンを回収することができ、さらに10電池面の効果によってデッキから、サーチしてくるやつどれやっけ、これやな。核型を特殊召喚。核型の効果を発動。核型の効果により、さらに、燃料電池面を1枚、サーチすることができるぜ。誰だよ、全員。全員ガチで誰。これ、多分普通にこれ特殊召喚した後に、で、リンク召喚する。はい。で、マスカレ出す。OK。で、鳥を使って、で、黒シートが出しても意味ないから、鳥使って、で、鳥の効果で自分の除外ゾーンから、イカズ持ってきて、で、これで手札から、鳥の効果使ったんで、あとは全部変身させます。うおー、超雷竜 A 特殊召喚、超雷竜 B 特殊召喚。で、超雷竜 C 特殊召喚。はい、無限包容2枚までケアしました。効果を無効にしてくる系モンスターを、でも、3体はなかなか処理ません。1体は結構処られるんですよ。リトルナイトとか、なんか無限保養とかで意外と1体って結構すぐ処られちゃうんですけど、3体いたらさすがに処理できない。
相手は、カードの効果で手札に加えられないのが3体いるんで、何残機たぎらいだろう。残差はいいわ。まあ、無限法要と、まあ、マスカレレーナとフォトンロードの効果で、妨害をしつつ、まあ、無限妨害超雷竜かけるさんね、これ。ワンターントリプル超雷竜。こんなにやる必要あるかと言われるとかなり怪しい、正直。こんなにやる必要あるかと言われるとマジで怪しいんだけど、ただ結構ね、1枚だとね、結構突破されんだよね。3枚は突破されんやろ、さすがに。そろそろ飛ばすか。なんかリンク値がちょっとあまりにも増えてきたんで、ちょっと一回リンク3飛ばします。多分、超雷竜、G オッケーです。全然オッケー、全然オッケー。超雷竜、さすがにもうここまで来ると多分3体いらないんで、リンク2にしていいですね。さすがにいらないんで、多分これ、超雷竜を磯田にして、リトルナイト出しに行っちゃってよくて、あ、こっちも出せんの、これ。で、リトナ出して、で、リトナ効果で、これだね、トランスコード飛ばして、OK。これで、リンク値多分稼げないでしょ、もうさすがに。3トンで、あと、墓地でトランスコード行ってないから、多分クリスタルハートとか出しても無理だし、出た。家電を買うなら、アーディオン来た。OK。いいよ。アディオンももう、もはやさ、これ飛ばしとったらいいじゃん。なんかもう、リンク値ひたすらに削り取ったら、相手もなんもできんやろ。で、マイクロコーダーは一応なんかワンチャンス、なんかやばいカードサーチされるから、これ飛ばしといて、で、アディオンが出てきて、で、アディオンとリンクデコーダーで、あとは何ができるかですよね。で、無限保養が構えていて、さらにフォトンロードもまだ残っていると。はい。いや、もうたぶんさすがに大丈夫。で、超雷竜やるからサーチが入らない。あ、てか、そもそもマイクロコーダーサーチ入んねえわ。超雷竜やるから。あんま意味なかった。G ゴーレムクリスタルハート、蘇生先ないよ、これ大丈夫。トランスコード等が除外したけど。大丈夫かな先生。大丈夫ですか？ですよねー。ですよねー。うわ、G トールカゲーミング来た。増殖する Z がトールカゲーミングが来た。増殖する Z。ティアラメンツレイのハート OK。レイのハート召喚 OK。これどうすっかなー。割と墓穴あるんで、開始の融合はなんとかなりそうなんですけど、さすがにキトカロスからの、効果に増字当てに行った方が、まあ、基本的には良さそうなんで、ここ1回落とさせて、で、8枚小屋させてからにしましょうか。一応ね。まあ、増殖する G を当てるタイミングっていうのが、ちょっとティアラメンツにはね、難しいところがあって、キトカロスで止まられちゃうパターンも結構あるからね。キトカロスで止まられちゃうと結構やっぱドロー1枚とかになって、あの妨害構えられて、まあ、ガーって捨てられてエンドみたいなことあるから、まあ、通ればここが一番でかいけどな、増殖する字自体は。まあ、ここ行くしかないんだけど、まあ、ちょっと8枚小屋子は許しちゃうんだけど、一応増殖する字、あ、通ったオッケー通ったらオッケー。これ妨害構えるためには結構やっぱ特殊召喚多分しないといけないんだよね、相手割と。まあ、ティアクシャ出てきて多分で、1枚ドローしつつ、で、8枚肥やされて、で、8枚肥やしで、多分妨害作るの結構やっぱ特殊召喚しなきゃいけないから、多分 G が2枚とか3枚とか引ける可能性結構あるんだよね。なんか増殖する G を打つタイミングをどこにするかっていうのは、ティアラメンズ相手で意外と大変っていうのはある。あ、絶海の前で入ってるタイプか。あー、はいはいはい。あ、白雪落ちたのうぜ。白雪落ちたのうっとうしいな。で、トリッククラウンが特殊召喚するとさらにドローが入るし、五行の魔術師とかいうキメーカーが入ってんな。キモ。いや、伏せなんだろうな。メタノイズ落ちてるから、まあ、サリーフとかクライムとかの感じだよな。多分、無限法要とかあんま入ってるイメージないんだけど。ですね、とりあえずサンダードラゴンの効果発動しまして、で、サンダードラゴンの効果でカードを増やしつつ、ホルスのコストにしてるという最強の動きは一応できそうではある。墓穴マジできついけど、墓穴だったら多分増字に打ってると思うから、墓穴ではなさそう。ってなってくると、相手の捨ては、まあ、クライムとか、サリークとか、あの辺なんじゃないかと思います。多分、墓穴飛んでこない。OK。で、これで、王の棺持ってきつつ、デッキからカード1枚ドローして、うららが来る。あ、まあまあまあ、悪くないね。悪くはない。まあ、一旦ちょっと封印の王室使いに行きますか。まあ、一応ね、後ろが妨害が、後ろの妨害が結構、ティアラメンツ強いと思うんで。
その辺を踏んでいきたいですね。で、雷獣竜サンダードラゴンをゲームから除外することによって雷獣竜サンダードラゴンの効果を発動。雷獣竜サンダードラゴンの効果によってデッキからサンダードラゴンモンスター一体を特殊召喚することができる。現れろ、雷電竜サンダードラゴン。これいきなりね、融合召喚もできますからね。これもう手札から効果使ってますんで、一旦融合すっか。一旦変身して融合して、で、墓地送ってサーチ入れて、で、これで多分サンダードラゴンフュージョンかなんか持ってきたらいいか。だからこれ五光の魔術師だるいんだよな。五光の魔術師はこっち側にセットカードがないと攻撃もできないし効果発動できなくなっちゃうんですよね、フィールド上のモンスターが。まあ相手もなんですけど、お互いにあの魔法トラップカードゾーンにカードがセットされてない状態だと結構縛り入るみたいな感じの効果で、ラビリンスとかに採用されていたことがあったんですけど、結構超獣武者デッキとかの、ね、ガンメタだったんですよこれ、はい、サンダードラゴンフュージョン持ってきてサンダードラゴンフュージョンしてみたいな感じかな。なんだろうな、あの捨てカード、クライムとかありそうじゃね、わかんねえけど、なんかここまで使うことないカードってなんだろうな。サリークとかでも別に使うってもタイミングなかったか。別にサリーククライムとかってマジ強いね相手。さあ、サンダードラゴンフュージョンの効果発動して融合召喚したいですよ。あ、クライム、あ、ここでクライム来た。まあ、クライムやっぱあるよね。で、クライム効果、無効にしてデッキに戻しつつ、手札のカード切れますと。手札のカード切るのがシェイレンね。あ、オッケー。まあ、ここを墓穴ぶち込みましょう。で、墓穴ぶち込む、ここにクライムはできないから、シェイ効果、シェイを除外する。さあ、どうする、白雪使うか。白雪使うと一応除外ができるよ。あ、使うね、オッケー。で、もろとも除外して、白雪が出てくる。で、白雪は裏守備になるとかいう最強の効果してるんで、超雷竜を一応無力化することができますね。一応。はい、一応な。で、白雪特殊。あ、シェイレーン除外しないの？あ、そうなんだ。シェイレーン除外しない理由ある。なんかわかんないけど、シェイレーンコストにしな、されなかったんだけど、謎に。なんで、まあ、裏守備になりましたね。すいませんでした。一旦融合すっか。こことここで融合しに行くでしょう。で、雷源流、まあ、雷源流はちょっと残しとくわ。で、こうすんじゃん。彼のね、融合召喚条件もクソ特殊で、なんかイカズ地族の、その超雷流プラス手札のイカズ地族を除外してると出せるんでね。はい、これめちゃくちゃ特殊こいつので、超雷竜出して、で、雷源竜効果起動して、持ってきて、で、セットカードないと殴れないんで、これセットするしかなくてうぜえうぜえうぜえマジで。これセットしないと殴れないのにキモいだろ普通にくそがよ、勝利するしかないから、バトルフェーズで、まあどっちでもいいや。ティアラメンツネームはね、盤面に残しておくとろくなことにならないので、まあ、サリークではないね。じゃあ、あれサリークではない、伏せカードは。じゃあなんだあれ、じゃあなんだって話だけどな。まあ、ちなみにあのサーチができないのは一応継続してるんで、まあ、相手もサーチができないはずなんですよ。まあ、墓地壊せばあのデッキ結構何でもできるけど、ハートビーツ、はい、ハートビーツ来た。五個戻すの、じゃあ貼るなよじゃあ貼るなよビーストワンドロー、はいどうぞ。じゃあ貼るなって話ある。うららもあるし、まあ、一応あの直接遅延することによって雷源流のね効果を直接遅延することによって、あーそれはうららですね、さすがに。それはさすがにうららですね。クシャトリラはダメですね。で、一応1枚だけ破壊する効果残ってるんだけど、どうでしょう。まあ、サーチするのはちょっと、封じてるんで。あ、グリーフか、なるほど。グリーフだる。ワンチャン融合されるやん、これ。あかん。え、それ無効じゃない、それ墓出したよな、俺。それ墓出したよ。大丈夫か、なんか謎に、ぶち込んできたが、それを墓、大丈夫ティアラメンツくん、頭ぶち壊れた、寝た方がいいぞまあしょうがねえ、もう今深夜4時だからな、まあ、しょうがねえそれはマジで。頭ぶち壊れてる相手も、いやもう無理でしょ。じゃあ
はい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 、対戦当てました。さすがに、さすがに対戦当てました。俺頭バグり散らかしてる相手も OK。 あ、ですよね。電池面なんか、あの初めてマスターデュエルだとね使ってたんですけど、昔はね、あのね、結構よく使われてたんですよ。デュエルリンクスというゲームで、はい、あのスマホゲーですね。あのデュエルリンクスっていうゲームはサンダードラゴン一時期強かったことがあって、でその時は電池面と組み合わせてる人が結構いた記憶がありますね。充電池面が結構やっぱ強かったと思うんだけど、まあ、サンダードラゴンつったって超雷竜とかがなんかいたわけじゃなくて、なんかエクシード召喚とかを使って、なんかフォトンストリークバウンサーみたいなので戦った記憶があるんだけど、あとなんか、フォーカスなんちゃらみたいな、なんかあのランクロックのやつね、あの辺、あとレビオニアとか、あの辺でなんか、あの戦ってた記憶があるんだけどね、よう事故ってた記憶あるな、サンダードラゴンデッキ。はい。ちょ、ゴブリンライダー、やばいな。やばいじゃん、開かずの踏切回収しようとしてるやん。開かずの踏切は草ってことは、これエクストラモンスターゾーンの前にあれだな、モンスターを置いたら爆破されてそこ封鎖されるんだな。え、出た、ディセイブラスター来た、ディセイブラスター、え、ディセイブラスターやばくね。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードと同じ縦列で発動した魔法トラップモンスターの効果を発動無効化される。やばやばい、やばいこと言ってる、ガチでやばいこと言ってる。え、で、それ開かずの踏切でしょ、あそこ。やばくね？え、これなんか、すごい封鎖されんじゃん、俺の、なんかフィールド。ディセイブラスター、やばくないか？で、いや、でもさ、これ、トロイミアグリフォンの列だったら無効なんでか？トロイミアグリフォンの、列だったら、カード無効にならないから、だから、愚かな埋葬とか、ここで発動すればいいんでしょ、つまり。そしたら多分これ、なんも起きねえから、なんか、相手大丈夫か？なんか妨害してるようで妨害になってないぞこれ。え、だって1枠さ、カード使えちゃってるからさ、これまだここでカード使えないだったらわかるけどさ、これカード使えちゃってるから普通にあれじゃない？これモンスターだけは出せるよね。だって別に王の棺あれはホルスなんかいくらでも出てくるんだから。大丈夫かな？相手なんかすごい強そうな盤面作ったように見せかけて、なんか何一つ無効にできてないっていう説ないこれ。大丈夫？ディセイブラスターくん、ディセイブラスターくんさ、ディセイブラスターくんがドヤ顔で出てきてっけど、なんか全部効果通っちゃってんだ実質。なんか1ゾーンだって使えちゃうんだもん魔法トラップが。もうほぼなんか、まあ、相手の盤面何もなくなったから大丈夫か。いや封鎖する箇所甘いって。